被害者？誰が？お父さんのお友達が息をしていないんです。息を？あ、家族を襲う前代未聞の大騒動。山田洋次監督が送る待望の最新作。フレーフレーマルタ、俺に死ねっていうのと同様だぞ。死んでるよ。果たしてこの家族の運命やいかに。あ、母ちゃん、めったにないんだから。親父は一人じゃなくて女と一緒だったんだよ。家族はつらいよ2。いつの間に俺の家族は言いたいことを素直に言えないようなそんな冷たい関係になってしまったのか。